はい、どうもトラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編です。え、今日でログインが、1688日目ですね。はい、現在2024年7月22日の午前9時17分なんですけども、今回ですね、契約書を、ね、開封したいなと思うんですけども、ドリームキャラバンがねあと4日と3時間なんですけど、まあ進み具合で言いますとね、現在、6周目でコンプリートまで3ですね。はい、まだちょっと結構あるんですけども、まあ一応キャラバンボックスの、今回ね、まあ、仕様変わったんでキャラバンボックスの1等2等も全部出ましたんで、今回1等のねエースランク確率 30% 契約書、これ3枚ね、3枚とも開封しようかなと思います。はい、そうですね、まあ一応自然回復のみでずっとやっていってまして、まああと4日以上ありますんでね、十分、累計のこの S ランク契約書ですか、ここまではいけそうなんでね、まあ良かったかなと思います。はい、まあ仕様変更になって S ランク確率 30% 契約書がね確実にまあ3枚もらえるというのは非常に、まあ、僕にとってはねありがたいなと思うんでね、 A ランク局所もいっぱいもらいましたしね。はい、そうですね、はい、まあ自然回復で、9周目いきたいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、はい、それでは S ランク確率 30% 契約書3枚、開封したいなと思うんですけども、ちょっとバラバラなんですけども、1枚で2枚で3枚ですね。はい、まあ 30% 3枚なんでね、せめて S ランク1枚できればオリックスで来てほしいなと思ってます。いきます、 S ランク確率 30% 契約書3枚お願いします。来い S ランク、来い。さあどうでしょう、最低1枚は来てほしい。ん、ないかな。 S ランク、 S ランク来て。どう、いやないわ、マジか。木下選手 A ランクですね。中日、はい、いや S ランクちょっとなさそうですね。はい、せめてオリックス来い。うん、田村選手ロッテ、はい、最後オリックスお願いします。うん、小園選手、広島、はい、いや残念。まあ S ランクどころかね、もうオリックスの A ランクも来ませんでしたね。非常に残念ですね。はい、うん、まあ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 しゃあないですね。はい、またあの A ランク自治ミキサーの方にね、まあしたいなと思います。いやー1枚も来ませんでしたね、残念です。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。一応まあドリームキャラバンあと4日以上残ってますんでね、また S ランク役所またもらえますんでね、まあ今回ねドリームキャラバンまあ僕にとっては非常に嬉しい、あの仕様変更かなと思うんでね、契約書いっぱいもらいますしね、 B ランク契約書もそうですけどね、はい、まだ S ランク契約書も累計でありますんで、そちらでね、ぜひオリックス、出てくれればなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。